江本義則は、日本の政治家。群馬県富岡市長。群馬県出身。富岡市立西小学校。富岡市立富岡中学校。群馬県立富岡高等学校卒業。1991年3月、東京経済大学経営学部卒業。高校、大学、社会人を通じて、ラグビー部に所属した。同年4月。 太陽神戸三井銀行に就職。1994年3月、桜銀行を退職。同年4月、学校法人、江本学園に転職。2005年1月、富岡青年会議所理事長に就任。2007年1月、日本青年会議所常任理事に就任。2009年1月、日本青年会議所副会頭に就任。 2014年4月13日に行われた富岡市長選挙に立候補するも現職の岩井健太郎に敗れ落選。投票率は61.59%。2018年4月15日に行われた富岡市長選挙で現職の岩井健太郎との一騎打ちを正式初当選を果たした。4月23日市長就任。選挙の結果は以下の通り。 当日有権者数4145人、最終投票率58.40%。ありがとうございます。